なんと123あれ6位あれ私まだ7位死守してるもしかして。すごい100万差すごい6位との差100万差。皆さん19時半の枠見に来てくれてありがとう。お仕事頑張れたよ。お仕事終わりって普通疲れてる感じじゃん。私今日なんとねラジオだったんですよ。ラジオ好きだから逆に栄養をもらってきたという感じです。何分まで、うわ30分もわかる、嬉しい。みんな30分も喋れるよ、テンション高。みんなやっほー、現場でも応援してもらってよかったねって。そうなんだよ、みんなが応援してくれて。しかもさあれマシちゃん、あ今日ね、今日須田家の収録だったんです。そしたらさ、えマシちゃん次何時から、時間何時って、それを考慮してやってくれるのって意味が分からんよね。意味が分からん、幸せな空間すぎない。あじゃあ大丈夫だねみたいな、何時までに終わるからみたいな言ってくれるの。まあ、でも私終わってスーパー行く時間欲しかったからさ、大丈夫全然大丈夫って言って、スーパーだけ行けたら大丈夫って言ったの。 OK って、まあちゃんとお話し合いも終えて無事にスーパー行って、はい今日のサラダこちらです。もうお腹空いてたからこれ絶対作ろうと思って、作ろうっていうか盛り合わせだけなんだけど。で今お母さんと電話してる。もしもし。もしもし。待って電話の向こうから私の声が聞こえるんやけど。星投げしてる？えでもこれ電話つなげとったらお母さん声聞けるからいいやん、配信どんな感じなんか。うんそうそうそう、ルーム出てても一応もう一つ、あええわ、いやあの配信ルームのさ音だけ下げてくれ。はい OK、 うんはい、私はお母さんが今からね送ってくれた血を浴びた勝ち込みます。勝ち込む、チオビタドリンクいただきます。皆さん星なぎカウントよろしくお願いします。お疲れ、怖い、やばい、お母さん出てきた。もうお母さん最近配信出てないからもうストレス溜まってるもんな。いやそんなことない。どんなんや、うまっ。私さ世界で一番栄養ドリンクを美味しく飲める人だと思う。なんかさ栄養ドリンクってあんまりこう美味しくイメージ多分ないやん一般の人って。ええー、私はオロナミン C と同じくらいこれは美味しいと思ってんねんな。お私味が結構好きやねほんまに。塩ビタ好きっていう人おるな。でも塩ビタほんまに好き、あの定期便にしたい。ほんま好きなんや。美味しくない味。お母さんも栄養ドリンク飲むことある？え？お母さんなんか2700みたいなちょっとやつ買うようないつも。いやいやいろいろよお母さん。カズさんありがとう。スタキュンスタッフ優しいって。ギンナンさんありがとうね。矢野ほのかさんいるかなって書いてある。なんで？ほのおる？分からんけどおるんかな。みんなお疲れ様ひな。須田キュンスタッフさんにもね
あのななみさんが布教してた。なんとかちゃん、あのショールームってわかるって言っとって、ショールームはあ、わかった、オッケー、後で教えるって言っとった。ズームの向こう側で。さすがななみさんが、ありがたいよな。食べるやん。いただきます。ね、うまっ。そうな顔やな。なんかさ、一日頑張った後のご飯ってめっちゃ美味しくない？美味しい。感謝、焼き鳥を作ってくれてありがとう。この世に。今日なんだかんだ、あ、パルありがとう。ユナイテッドさんありがとう。今日はスーパーで2000円分のお買い物をしました。野菜を買いました。また聞いてよ、お母さんに、あのお隣のさ、うん、おばさんにさ、うん、トマトとねゴーヤもらったんよ。あ、おうな、よろしゅう言っといてよ。ゴーヤチャンプル作ろうかなと思って。うん、ゴーヤチャンプル作り、豆腐と人参と玉ねぎと。わ、あのちゃん、あのちゃんありがとう、久々。え、あと2日後誕生日じゃない？おしめん、あのちゃんってあのちゃんだよね。2日後カドタ誕生日じゃん。もうおめでとうって送ってこっかな。怖いな、よ、覚えとんない。お母さん人の誕生日覚えとる？あんまり覚えてない。まあ覚えとる人もおるけど、 なかなかな、すべては覚えれんでんな。いやね、何気にね、何なんだろう、あのカドタのファンの人、いまだにめっちゃ応援してくれとるよね、ありがたいことに。ありがたい、ももちゃんのファンの人、感謝感謝じゃん。まっちゃん、ありがとうね、あのちゃん、わざわざ配信見に来てくれて。カドタは一向に広島に来ませんね、あの人。で、来たと思うじゃん。そしたら、この前広島行っとったよって、わずない行ってたよじゃん、来とるよじゃなくて、もう行ったよの後日報告なの。もっと早く言ってよ。初見です、ありがとうございます。ももちゃんと一緒に焼き鳥食べに行ったよ。え、ももちゃんと一緒に、ばあちゃんとか一緒に焼き鳥食べに行った。あ、4人で、うん、うん、あ、行ったかもしれん。なんか公園のついでとかでお母さん来とるときに行ったよな。そうそうそう、あるわ、よう覚えとるな、私忘れてたわ。45分、あと5分後か、3週目。皆さん、足投げカウントよろしくお願いします。それが角田今。そうなんやけどな、一向に来えへんねんけど、ほんまに会いたいんかな私に。まあ逆にいいよな、ほんまにああいうのって。なんか上辺でさ、会いたいとか、え、会いたい、会おうとかじゃないやん、カルタの場合は。マジ人間やな、あれ。でも可愛いな。嘘、嘘じゃないからいいよ。あなたの手作ってないが、ももちゃんのいいとこだろ、また。え、そうよ、だから多分仲良くなりたいな。上辺で草逆に上辺なんかもしれん、悲しい。今体調崩し仕事休み、癒してって。え、めっちゃ持ってこいやん。じゃあ体調崩して仕事休んどるんやろ。でも私のルームって
まあ、あんまり今出てるか分からへんけど、昔はなんか癒し効果のあるルームだねみたいな言われてたんですよ。今あんまり言われない、なんでか分からんけど今謎に言われないんだけど、昔はマシちゃんのルームってすごい癒し効果があるルームだねみたいな、ニコニコみたいな感じだったんよ。6年目言われんくなったな。もしかしたら体調が良くなるかもしれんよ、このルームいたら。聞こえてるからもう。イグネコありがとう。もう早いな、3週目とコメント終わったって、すごい、うん、無理しすぎず。いや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 、みんながね、もう私のためにさ、私以上に頑張ってくれてるから、私は多少の無理も必要なんですよ。でもね、聞いて、全然無理してないの。なんか私もっとさ、きつい、なんか3年前のイメージは、ありがとうナイアガラ、3年前のイメージはもっとね過酷だったんです。でも3年だったら、そのこの過酷さも楽しめるようになってきたっていうか、なんかほんま1年中じゃない、1日中このテンションなの。自分でもどうなってんだろうみたいな、わかんないんだけど。そうそう、そう、リスナーありがとう。月一でイベントしてた、まあさすがにね、月一でさイベントしてさ、月一でイベントしてさ、月一の中の1週間このテンションってことやろ。さすがにみんなが疲れるよ。私はいいけど、でも真剣なんだよね。そんなイベントはそんな甘いもんじゃないと思うかもしんないけど、ガチでやってるんだけどって。でもそのガチの中に楽しむってことはすごく大切なことだからね、って思ってやってます。ナイアガラありがとう、リスさん、ヤナちゃんありがとう。焼き鳥うまっ。みんなさ、普通に焼き鳥食べるんじゃなくて、こうやってなんかキャベツ買うじゃん、普通にコンビニとかスーパーで。それになんか焼き鳥置いて、なんか適当にサラダもう一種類ぐらい置いたら、もうすごい超絶豪華なサラダになるんだって。もうあと30秒ぐらいよ。あれやろ、3週目やろ。あれあれ7時あら、いや、この枠8時までなんで、お母さん、あと15分喋れるんで。そんな、まだあるんか。早めに切り上げようとしないでください。あ、ほんまに8時まであったわ。3週目ね、3週目が45分。はい、すみません、私と違ってお母さんせっかちなんですよ。もうスーパーにいる時から、あと何分だよってずっとせかしてくんの。私はキュウリを真剣にさ探してんのに、選別してるのに間に合わないんだよ。アリちゃんカラオケしてるよって。私はね、だいたい1日の最後の枠で歌を歌ってます。歌が好きやったら最後の枠も来て、ぜひ。でもまだ今日何歌うかまだ決めてなくて、まだ歌の練習できてないから、枠と枠の間で練習する。かなこちゃんありがとう。りゅっくん、りゅっくんこんばんは。みんな一日お疲れ様ひな。
いつまでたっても娘は娘なんちゃう。それはそう。うん、そうやな。そうやなって。ほんまや。舞菜がおばあちゃんになっても生きとったら娘は娘やき。え、じゃあおばあちゃんに心配されるってこと？おばあちゃんがおばあちゃんに心配されるってこと？まあ古いおばあちゃんが若いおばあちゃんを心配するってことね。すごい平和な空間やな。うん、ゆまちゃんありがとね。ありがとう、頑張ってるよ。おしめん頑張ってるよ。なんかあのメンバーのさ、吉田さらちゃんおるやん。サラペにさ、あの LINE でさ、私多分このイベント誰よりも楽しんどるわみたいな送ったよ。そしたら素晴らしい、めっちゃいいことやん、素晴らしいってきた。絵文字なんもなしで。あのツンな、あのツンな吉田さらに素晴らしいって言われた。褒められた。うーん、いや、ちゃんと報告したんですよ、配信状況ね。マイキューはなんて言ってたかな。あ、なんかどっかの車が。あれ何だったっけ、マイキューか。マイキュー応援して頑張りますって送ったんよ。そして応援してますよ、寝てますか、大丈夫ですか、抱きみたいな来てた。聞こえる、お母さんの星投げの音。なんかポン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 押してる音聞こえる。恥ずかしいな、恥ずかしいな。これめっちゃ聞こえる。でもお母さん、まあ、早く連打したらその分ポイント高いから。そうよ、1ポイントが 1.25 ポイントになるから。10個単位の連打だ。なんで今3回言った。昔教えてもった。ちゃんと覚えとんや。そうそう、賢い、えらいでしょ。どんどん大きくなってる。卵溶いてるって言われてるよ、お母さん。確かに卵溶いてる音やな。カシャカシャ言うてる。なんか溶いてそうな音がする、クッキングみたいな。みんな45分にして星してくれた方、もうね3週目いきます。いってらっしゃい。ちゃんと私のルームに帰ってきてくださいね。ここはあのみんなが一途なのか一途じゃないのかっていうのが試されるので、ちゃんと私のルームに帰ってきた人は一途認定。そうじゃない人は浮気者認定です。浮気者認定。もうね、この次と次の枠でこれ出そうかな、これやろうかなって思って、これで出たメンバーのことを 話すっていう企画、素晴らしい企画です。ん、何分やこれ、何分なのこれ、計算できへん、お母さん。20分か。いけてる。ケアさんありがとね、金魚。かわいすんぎってきた。
可愛いの暴力やって。可愛いの暴力、それは誰に言ってるんやろ。あっす、あとさん、あとチョコバットも食べなきゃ、昨日食べてないから。え、お母さんチョコバットの配信見た？あ、私言ったんか、配信終わって速攻かけたもんね。すぐに当てたんだろ、エースエース光っとったもんな。そう、ほんま光っとったよな。光っとった、マジ光っとったよな。うん、いやほんまそうなんよ、いきなり当ててしまった。あなたです、だって生きてるうちに可愛いの暴力とか言われる日が来るなんて、生きててよかったです。感謝。こんなコメント、こんなコメントどこにあるの。待って待って、私しか見えてない、もしかして、うん、もしかして都合のいいコメントしか見えてないみたいな。出てます、すみません出てました。ちゃんと謝ってください。失礼しました、目が悪いもんで。ありがとう、ありがとうございます。お母さんさ、兵庫行った時さ、うん、あの忘れ物でさ、そうそう、忘れ物でさ、あの 何って言わない、あの虫眼鏡、虫眼鏡届けられてたよお母さんいつもさ、ショールームさ、虫眼鏡こうやってやってさ、でかくして見るんよ。さ、その兵庫のね、公園見に来た時に、お母さんその虫眼鏡忘れて、あのカウンターに届けられててめっちゃおもろくない、めっちゃおもろいんだけど。よかったな、ほんま、あのボロボロの虫眼鏡。ボロボロ、ボロボロの虫眼鏡やけど、ちゃんとな、あれないとダメやからな。そうよ、ちゃんと機能しようから。うん。ありがとう、やなちゃん。歌最後の枠、そう、歌はいつも最後の枠やな。チョコバット1本買ったはずれだった。もうちょっといるってことやな、パワーが。やっほー、ありがとう、フォローしてありがとう。何そのかわいい忘れ物って。虫眼鏡ねさすがにあれやんな忘れる人おらんよな。でも私もし虫眼鏡忘れた、虫眼鏡忘れたんですけどって言われへんわ。そんなことないよ、忘れる人おるよ絶対。いやいやいや、おらんて。あと7分教えてくれてありがとう。ここにおる。え、てかね、そのインスタでその歌ってほしい曲みたいなのをね募集したらさ、めっちゃチャンスの順番ってきとってさ、え、私それを知らずに普通に昨日歌ったんよ、チャンスの順番。これいいじゃんと思って、なんか歌詞もなんか今の自分に合うなと思って選んだんやけど、まだね、なんかいっぱい来とったんやけどね、まだね目通せてなくて、全部どれにしようと思って、まだ48の曲と46どれか歌えたらな、ちょっと聞いてみて、そう組み合わせ具合とかもあるけんさ。でもさすがに1曲まるまるさ覚えれんけんさ、ちょっと今悩み中、もうちょっと時間あるけんさ。みんなありがとね、この分も見に来てくれて。今日はまだあと3枠あります。チャンスの順番めっちゃ泣けた、送ってくれとったよね。でもあれ、チャンスの順番今のマシちゃんにぴったりだと思ってって送ってくれた人何人かいて、すごーと思って、感動した。ちょっとそう、しかもなんとね、今日ちょっとまだあれなんですけど、今日インスタライブの配信するって言ったじゃないですか。それはここからここの間でします。これもただの配信じゃないかもって感じで、匂わせ匂わせ。西さんありがとう、お疲れ様ですって、ありがとうございます。何しようかな、昨日はね、ラララララララン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 を歌ったんですよ。ララララララン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 、ハッピー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 、
ってやつ歌いました。ちょっと歌詞ないと歌えんけ、昨日も即興で覚えたけ。あ、シングアウト歌ったん。ちょっと間違えちゃったから完璧に歌えるようにしたいなと。ありがとう、ナイアガラの滝。今日ナイアガラの滝の色を着た。でもさ、インスタでね、その聞いたけどさ、実際歌うのここだからさ、みんなショールーム集まってって感じ。元の、あ、そうなんや、やなちゃん。サステナブル。悲しすぎるじゃない、気持ちだから好きでさせて、好きでいたい。てててんてててて、これからもどう。かなかちゃんありがとう。皆さん、この3週できたかな、この枠。また次ね、8時35分から35分後。今回ちょっと間隔が短いからね、配信の合間で2回かな、2回かな。インスタライブはここ21時30、この10時から11時半の間で1回します。でもちょっと何時からかちょっとの間でしますっていうのだけ宣伝してくれたら大丈夫です。よっぽどのことがない限り実行されるので、ちょっと言えない理由がね。はい、ありがとう、宣伝よろしくお願いします。匂わせといて、たっぷりモリモリでいいんで。持ってなんぼ。ありがとう、みんな。今日も一日の終わりなのに、まだこれから一日いけそうなぐらいの元気があり余ってる。お母さん、星3週いけた？カウントしてます。おお、さすが。お母さんも3週できるんで、機械音痴でもお母さんできました。結構強いやけどな。いや、弱いやろ。こういうあのコンピューターとかこういうちっちゃいやつはちょっとな。でもお母さんさ、焦らされたりとかするのあるやん。あ、いけたの、そう。元気すぎんか。この後の配信を見に来てくれますか。 Yes, I do。 あ、ちょっと違ったな。ちょっと違ったな。いいと思うじゃない、今のって。この後の配信も見に来てくれるかな。いいかも。はい、皆さん、19時半からの枠ありがとうございました。続いて18時35分からの配信になります。それでは星を集めてまた見に来てください。それではありがとうございました。バイバーイ。いいと思う。バイバーイ。ありがとうね、みんな、たくさんギフト星投げ。バイバーイ。